疲れ様でした。勝利おめでとうございます。今のお気持ち、率直な気持ちを教えてください。相手は自分より壁の選手で、強いって分かってたんで、決まった瞬間から相手のビデオを見て、研究して、で前やった戸上さんとかも試合にしてたので、それを聞いて、しっかり対策をしてきて、それが出たので、教えてもらえる範囲で、どういったことを気をつけたのか、対策としては。相手を下げた方がいいとか、サーブの逆回転とかをやってもらったんで、対応にはそんなに困らずすぐ入れたんで。最初3ゲーム取ってすごいいい勢いかなと思った時に、2ゲームちょっと取り返されて、そういう時ちょっと焦りはなかったですか？そうですね、3セット取っても、なんか自分のペースっていうか自分の自分じゃなくて相手が勝手にミスって、セットを取ったって感じだったんで、そんなに自分に勢いもなく、そのまま自信もない状態に入っちゃったんで、その不安な気持ちが出てしまい、そこから相手が調子を出してきて、自分はそれを止めれずに取られちゃったんですけど、また2ゲーム取られた後に、よっしゃ、ここからだと思ってしっかりいけたので、最後点7になっても諦めずに最後まで戦えていきます。今回本戦に行くまでにもあと何2勝3勝しないといけないと思うんですけれども、向けて明日に向けて意気込みをお願いします。明日の選手も、ドイツの選手で強い選手なんで、自分が格下ってことをしっかり気持ち入れて、自分は向かっていくだけなんで、積極的に進めていって勝てればいいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ごめんね、暑いのに